皆さんこんにちは。今日はランキングとしてはいつもと趣向の違うシリーズの続きをお届けしようと思っています。今回扱うテーマは睡眠です。睡眠は誰かにとっては至福の時間で、でも別の誰かにとっては人生の大事な時間を奪うだけの単なる必要不可欠な要素に過ぎません。果たして人はせめて1週間だけでも睡眠をとらずに生きていけるのでしょうか。不思議なことに、なぜ人は眠るのか、またどうして眠るようになったのか、そういったことは科学的にほとんど解明されていません。自然界という視点から考えると、睡眠というものはとても理にかなっているとは言い難いものです。人あるいは動物が眠っているということは、つまり数時間にわたって意識がなくなるということです。そんな状態では猛獣に食べられてしまう確率が格段に上がってしまいます。睡眠の理由は明らかになっていませんが、それでも科学者たちは睡眠が理にかなっているという事実を裏付ける法則性をいくつか見出しています。例えば1日に6時間から8時間睡眠をとる人の方が長生きすると言われています。また睡眠の取りすぎは心血管疾患や糖尿病などの病気と隣り合わせですが、一方慢性的な睡眠不足というのも心血管疾患につながり、その上うつ病や肥満、さらには脳損傷の原因にもなると言われています。さてそれでは、人が眠らない日々を過ごすと一体どうなるのか、一緒に見ていきましょう。1日目。人はたとえ丸一日眠らなかったとしても、特に健康に異常をきたすということはありません。しかし覚醒時間が長いことによって体内時計を調整する外実リズムが乱れていきます。科学者たちによると、体内時計を司るのは脳の視床下部にある視光鎖上核と呼ばれる領域の約2万個の神経細胞です。外実リズムは約24時間周期の明暗サイクルに従っており、脳の活動や新陳代謝とも関係しています。ですからたった1日睡眠が遅れただけで体内システムを大きく狂わせることになるのです。丸1日眠っていない人はまず疲労感でいっぱいになります。その上記憶力や学習能力に関わる大脳新皮質の働きに支障が出るため、記憶力低下や注意力散漫などが見られる可能性があります。2日目、3日目。2、3日眠らないでいると疲労感や記憶障害に加えて運動調整力にも支障が出始め、思考力が低下したり目の焦点が合わなくなったりします。神経系の衰弱により、まばたきや咳払いなどの突発的な動きを繰り返すチック症の症状が見られることもあります。前頭葉の働きにも支障が出るため、クリエイティブな思考をしたり物事に集中して取り組むことが難しくなります。また話す言葉は単調になり、決まり文句ばかりを繰り返すようになります。そして脳に支障をきたすのみならず、消化器官も暴走し始めます。これは覚醒時間が長いことに伴うストレス状況下において、戦うか逃げるか反応と呼ばれる生命を守るための身体反応が起こるからです。またレプチンと呼ばれるホルモンが多く分泌され、食欲が増進、特に塩分や脂肪分の多く含まれる食事をしつこく欲するようになります。体はストレス状況に対処すべく脂肪を貯蓄しようとし始め、不眠の穴埋めをするホルモンを分泌するようになります。この不眠を始めて 2,3 日目というのは、不思議なことにどんなに寝たいと思っても簡単に眠ることはできないでしょう。4日目、5日目。 4,5 日眠らずにいると、今度は幻覚症状が現れ始め、ひどくイライラした気分になります。不眠を始めて5日経過すると、
脳の主な活動領域において働きが鈍くなり、神経活動も極めて弱まっていきます。思考や計算能力を司る前頭前野に障害が見られるようになるので、簡単な計算でさえも手に負えないほど難しく感じるようになります。先に述べた幻覚症状もこの前頭前野の損傷によって引き起こされます。また言語能力を司る側頭葉にも異常をきたしてきますので、不眠を始めて3日目の時よりもさらに支離滅裂なことを口走るようになります。6日目、7日目、6、7日眠っていない人はもはやこの不眠マラソンを始めた時とは似ても似つかないような人物になっていることでしょう。言動は異常になるばかりで、幻覚を見るだけでなく幻聴にも襲われるようになります。不眠に関する公式記録保持者はアメリカのランディ・ガードナー氏です。1964年当時高校生だったガードナー氏は264時間不眠という記録を樹立しました。彼がこの記録に挑戦した時、その6日目にはアルツハイマー病特有の症状や激しい幻覚、強度の被害妄想に陥る精神疾患、偏執病に見舞われ、道路標識を人間と勘違いしたり、ラジオのパーソナリティが自分を殺そうとしていると信じ込んだりしました。また手足はひどく震え、筋道を立てて話すことができなくなり、ついさっき言われたことも忘れてしまうため、簡単な問題を解くことすらできませんでした。7日目にはあらゆる体内機能が極度のストレス状態に陥ります。脳神経の機能は低下し、心筋は疲れ果て、 T 細胞の働きが弱まって免疫力も低下するので、体はウイルスや細菌に抵抗することをやめ、肝臓に大きな負担がかかるようになります。この不眠の挑戦はガードナー氏に特に大きな後遺症なども残すことなく11日間で終了しました。しかし、もしそれ以上続けていたら取り返しのつかないほど健康に害を与えていたかもしれないという不安は残ったままです。なぜならラットを使った実験によると、寝かせない環境に置かれたかわいそうなラットたちは2週間後に死亡してしまったのです。もちろん死の直接的な原因が眠ろうとすると何度も起こされることから来るストレスではなく、不眠のせいだと断言するには至っていませんが、不眠が悪影響を及ぼしていたことは確かでしょう。この原因を突き止めるためには、重度の睡眠障害に苦しむという非常に珍しい遺伝子疾患、致死性家族性不眠症の研究がその突破口となるかもしれません。この病は進行性の不眠症状から始まり、幻覚、精神崩壊、そして最終的には死に至ります。いくらこのような不眠症に苦しむ人が100人にも満たないとは言っても、発症すれば平均余命は18ヶ月程度、治療法も確立していないという恐ろしい病です。不眠の進行具合に合わせて体内機能が次から次へと損なわれていきます。言い換えれば、睡眠不足というのは死に直結することはなくても、少しずつ悪影響を及ぼし続け、死に至らしめる可能性もあるということです。さて皆さん、今日はこのあたりにしておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画は気に入っていただけましたでしょうか。良質な睡眠は脳の情報処理能力を向上させるだけでなく、細胞を活性化させ、さらには免疫力も高める効果があるという研究結果もたくさんあります。睡眠というものがそんなにためになるのなら、眠らないでいい方法を探すなんて無意味のような気がしますね。ではまたお会いしましょう。さようなら。